グラスロットを今回リリースして、やっぱ結構聞かれる質問なんですけどね、グラスロットをなんでクランクベイトにグラスロットを使うのかみたいな、そういう質問が結構多かったです。でグラスロットの欠点みたいな話、まあ、利点欠点の話なんですけど、多分ね皆さんが思ってるグラスロットの、欠点、重い、感度が悪い、だるい、多分その辺だと思うんですけど、僕らはでクランクベイト好きの人間っていうのはそれを実は欠点だと思ってなくて、どちらかというと利点だと思ってます。でグラスロットって、まあ、要はその重いって言われる話からなんですけれども、ワームの釣りってこうやってロッドをこう振るわけじゃないですか、こうやって、だからこの状態だと多分グラスロットは重いんです。でも巻物の釣り、特にクランクベイトとかスピナーベイトとかタターとかの釣りっていうのは基本的にはもうこうやって巻いてるだけなんですよ。もうロッドはもうドンと置いて持ってるだけなんですよ。だからあんまり実は竿の重さっていうのは気にならなくて、ただ利点っていうところまで言い切ってしまうんで理由がいるんですけれども、このちょっとダウンバランス、わかります？あのアッパーバランスに対してダウンバランスっていう下向いてるようなあの竿のバランスなんですけど、これって要はロッドを下に押し付けてギューッと巻いてるんですよね。でこれがクランクベイトが何かにコンって当たった時にロッドがこうポンって上に上がろうとするんですけど、それをこう押さえてる、その適度な重さが必要なんですよ。でこれがすごいこうワームなんかに向いてるようなアッパーバランスの竿だと、それを押さえ込んでいかなきゃいけないんで、押さえ込んでる状態だとそれ自体が疲れるし、そこにルアーの振動がブル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 ってコンって何かに当たったらロッドがパーって上に上がろうとするんで、余計に押さえなきゃいけないんですよ。だからどちらかというとこのデコボコした道を走るサスペンションみたいなもの でそれをグッと押さえ込んで、このたるい感じでこうぬーっと、だから押さえ込まなくても指をこう離した状態でも勝手にこう巻いてこれる、これを一日巻き続けられるっていうのがこう一つのバランスですね、重さによるバランス、これが まず利点です。だるいっていう部分なんですけども、このだるさっていうのも実はこれキャストの中ですごい重要なんですよ。この曲がるっていうカーボンとかに比べるとこうちょっとこうだるんとした感じ、これによってその竿自体がまあ重いからこうやってポヨンって曲がりやすいんですよ、竿が。でそれによって軽いルアーも投げれるし、重いものも投げれるし、非常にねこの幅を、幅広いルアーを投げることができる、そこがね多分そのグラスのこのだるさの良さみたいな部分ですね。もう竿をピュッと回してあげるだけで、この重さだけでこれで軽いものも投げれる、これがだるい竿のいいところですね。もう一つその感度の部分、感度に関して言えば、これワームの竿と比較すると分かるんですけど、ワームっていうのは基本的にこの緩んでる張ってる緩んでる張ってる緩んで張って緩んで張って緩んで張ってっていう、この緩んだ時でもコンコンっていう小さいあたりが取れるように竿自体が張り詰めたような状態に作ってあるんですね。でこの張り詰めたような状態に作ってあるっていうのは確かに感度がいいんだけども、でも巻物の釣りって基本的には糸張ってるんですよ常に。さっきのワームの釣りを0101で例えるんだったら2とか3ぐらいまでずっと常に張ってる状態で、この中にブル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 っていうのが伝わってくるんで、これがすごいそのキンキンに張った竿だとこのブルブルが強く出すぎるんですよ、ブルブルってなるんで、これが巻いててすごい疲れます。でさっきと同じように何かにコンって当たった時でもガツンって手元に来るん でそれによってすごい疲れちゃうんですよ。ある程度、巻き切ってこれること、そのブルブルっていう振動を吸収してなおかつボトムとかそういうリップラップとかタシキとかそういったものにこう当たりながらボワンボワンってなりながら、それをこう抜けてくるためにはロッド自体がサスペンションのようにこうちょっと入ってくれた方がいいんですよ。だからあんまり感度を上げるよりもちょっとその感度を抑えてるぐらいの方が、1日負ける、そこが多分一番大きいんじゃないかなと思います。なので僕らはグラスロッドを使ってます。